どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ最新203話にて描かれた我らがお兄ちゃん長宗のとあるセリフから彼のパワーアップの可能性について考察していこうと思います。最新話のネタバレを含みますので、アニメ派単行本派の方はネタバレにご注意ください。動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら高評価チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになります。それでは早速やっていきましょう。第203話、賢者の呪霊操術に圧倒され手も足も出せずにボコボコにされた長宗は弟たちの思いを背負い賢者に再度向き合います。その際の長宗のお前たちの力を貸してくれというセリフ、個人的にはこれが長宗パワーアップを示唆しているのではないかと考えています。呪体育僧図である長宗の弟たちはイレギュラーの虎杖を除くと8人、そのうちのエソーとケチズは虎杖釘崎によって倒され、描写こそありませんが遺体は光線側が回収していると思われます。クソーズの残り6体、ノーラン層、小層、単層、三層、骨層、小層については、その亡骸が光線の機構にて保管されていることが第144話で明言されました。彼らについては生まれた時点ですでに死亡しており、作者である芥見先生も本編に登場することはないと発言しています。このことから、長宗、エソー、ケチズの3人とは異なり、呪物となった時点でノーラン層以下6人の弟たちの意識はすでになく、完全な亡骸になっていると推察できます。では長宗のお前たちの力を貸してくれというセリフは一体どういう意味なのでしょうか。すでに亡くなっているノーラン僧たちはおそらく受肉しても意識が蘇ることはありません。そもそも現在厚生宮にいる長宗の周囲に器にできる人間はいませんから、弟たちが復活という可能性はほぼないと言えるでしょう。とすると残る可能性は2つです。1つは単なる精神論的な意味合いでの力を貸してくれ、つまり賢者によってもたあそばれた弟たちの思いを改めて背負うことで覚悟を決めるという意味です。一つの可能性としてはありそうですが、一級術師相当の実力を有しているはずの長宗ですら賢者には手も足も出せず、しかも賢者は未だに低級呪霊しか使用していません。長宗のお兄ちゃんとしての気合と覚悟は間違いなく本物ですが、それだけで埋まる実力差ではないのも確かです。そう考えるともう一つの可能性、長宗が弟たちの亡骸を自らに取り込んでいるという説です。呪力を宿した呪物を肉体に取り込むことにより、そこに宿っている呪力、そして術式を肉体に宿す呪肉は作中でも多く描かれており、スクナを呪肉した虎杖雄二、天使を呪肉したクルツハナなど他にも数多くの過去の術師が呪肉して復活を遂げています。その中でも虎杖雄二とクルツハナは呪物が呪肉した後も本人の自我や理性は残っており、呪物の意識が肉体に共存する形となっています。虎杖については呪いへの耐性があるため少し性質が異なりますが、今回のパターンで言えば天使とクルスハナの関係が似ていると言えそうです。天使はクルスハナの肉体を乗っ取るつもりはなく、あくまで協力関係としてクルスハナの肉体を借りているといった状況です。これは言い換えれば呪物側の意識人格によって器と共存できるかが変わってくるとなります。そもそもすでに呪物が受肉した受肉体である長宗がさらに呪物を取り込んだ場合はどうなるのでしょうか。それについて呪術廻戦公式ファンブックの虎杖雄二の項目にてヒントになりうる要素がありました。呪いへの耐性が強い虎杖がクソーズを食べたらどうなるのですか。この問いに対し作者の芥見先生は、今のスクナがクソーズになった状態になるか、クソーズの意識が消えてただの呪力を持った虎杖になります。スクナを取り込んだ後に食べたら虎杖の中でスクナにクソーズが消されますと回答しています。このスクナを取り込んだ虎杖というのは、肉体の状況としては長宗やエソー、ケチズラ受肉体にかなり近いと言えます。もともとの人間に呪物が取り込まれることで呪物の意識が宿るという状況ですが、唯一の違いはその器となる肉体に呪いへの耐性があるかどうかという点です。そんな虎杖が呪物を取り込んだ場合に、スクナにクソーズが消されるというのは、器の中に宿った呪物の意識と後から取り込まれた呪物の意識は、器の中に先に宿っていた呪物の意識によっては共存できる可能性があるということではないでしょうか。共存できないのであれば、スクナに消されるではなく、2つ目以降の呪物は取り込まれないといった表現になるはずなので、先に受肉した呪物の意識、ここではスクナが唯我独尊を極めた人物でなければ虎杖の中に複数の呪物の意識力が宿る可能性は十分に考えられそうです。そしてそれが長宗たちクソーズ兄弟であれば、後から取り込まれた呪物、つまり弟に対して敵意はなく、肉体の中に共存できるのではないでしょうか。長宗が弟たちの亡骸を取り込んだ際に、その力が長宗に宿る可能性について考察してきましたが、ここからは具体的にどのような力が宿るかについて少し考えていきましょう。弟であるエソーは食乱腐術が刻まれていました。ケチズに関しては術式を有しているかどうかは描かれませんでしたが、エソーと血液を媒介にしてつながっている描写があったことから、ケチズの血液についてもエソーと同様の性質を持っており、場合によっては彼も食乱腐術に似た術式を持っている可能性があります。
彼らの術式は受体クソーズのモデルとなったクソーズに由来するもので、人間の死体が朽ちていく様子になぞらえていると思われます。エソ・ケチズは死体の腐敗が進み、皮膚や脂肪が溶解していくエソ・ケチズ層を体現する能力を有していますから、ノーラン層やショウオ層といった弟たちにもクソーズをモチーフにした能力が宿っている可能性はありそうです。例えば単層は死体に虫が湧き、鳥獣に食い荒らされることから虫を刺激する術式、小層は骨が焼かれ灰だけになることから炎や温度操作の術式のようにいろいろと考えられそうです。あるいはケチズが術式を披露しなかったように、エソーより下の弟たちには術式はなく、単なる呪物として存在している可能性もあります。その場合、長層の体に宿るのは弟たちの呪力ということになりますから、それはそれで一時的に大きな力を発揮できそうです。長層がこのまま敗北してしまうとは考えにくいですし、何かしらの形で賢者相手に一矢報いてほしいですね。クソーズ兄弟ファイヤーの言葉通り、次週以降で活躍が描かれることに期待です。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画をゆるく発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。